まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線どのように抑え込んでいくんでしょうか。4球目は何で来るか。三振を取りました。まずはドラゴンズの先発大野が名古屋ドームのマウンドに上がります。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。まずはベイスターズの先発今永が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。次のボールが勝負ですよね。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。タイガースここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の藤川。さあ仕留められるか。見逃しで三振を奪います。試合終了。試合を制したのは阪神タイガースです。